緑ヶ丘スポーツ公園陸上競技場を交付し、緑ヶ丘スポーツ公園は山梨県甲府市緑ヶ丘にある運動施設。単に緑ヶ丘スポーツ公園と呼ばれることもある。1952年に山梨県が設置。1964年には山梨県営総合運動場と呼称される都市公園となり、県内主要の運動施設として長らく貢献する。 施設の老朽化などにより1985年に県営化されたオゼスポーツ公園と管理を交換する形で1988年4月1日より体育館以外の施設が甲府市に移管され同時に現在の名称に解消し現在に至る各施設が老朽化していることから甲府市は2020年4月10日同年度から2024年度にかけて 再整備することを発表している。1954年会場。山梨県内では古い部類に入る主要球場の一つであり、会場以来高校野球、社会人野球、少年野球などアマチュア野球で頻繁に使用されている。また、プロ野球の公式戦、オープン戦が開催されたこともある5月2日のヤクルトアトムズ対広島東洋カープ戦。 現在は老朽化が進んでいる上、照明設備がなく、また、ライト方向を山梨県道111号線が囲む形で、通っていることから拡張がままならず、か、維持国体では東球場の拡張を断念し、新たに小瀬スポーツ公園内に建設された小瀬球場に山梨県の主要球場の座を譲っている。その後も、高校野球の山梨県予選などで使われていたが、 2007年の周期大会山梨県予選で三塁側へ飛んだファウルボールが民家に飛び込み窓ガラスを破損する事故があり、それ以降安全面に問題があるとして一切の公式野球ができなくなり、現在は軟式野球のみ使用可能となっている。建築から50年以上が経過しており、老朽化や新山梨環状道路のアクセス道路との干渉問題から解体の話もあったが、 上日の再生ビ備案では老朽化した内野スタンドの改築などを行い、アクセス道路についても、同公園内は高架化の上や球場と干渉しないように設計することとしている。1954年に山梨県が管理する競技場として会場。コケラ落としとして天皇杯、全日本サッカー選手権大会の決勝戦が当地で行われている。その後も、 県のメイン競技場として機能していたが、か、維持国体による整備の際に老朽化と拡張の困難さから、東京技場の整備を断念し、オゼスポーツ公園内に完成した陸上競技場にその座を譲り、1988年には所有者が山梨県から甲府市に移管されている。名目上は J リーグバンフォーレ甲府の準本拠地であり、サッカー場が閉鎖。 解体された後は、J リーグに参入する前まで東海上で、QJFL の試合も行われていた。また J リーグ参加後は開催規定の問題上、J サテライトリーグの試合と練習会場に当てられていた。ウォーターボーイズに第6話の撮影に使用。現在はスタンドにあった木はすべて伐採されている。クレー補装の照明設備譜の施設、ソフトボールなどの試合に対応している。 元々は射撃場のため、やや歪な形をしているのが特徴。1952年に整備。東側6面、西側6面の全クレーコートで東側の3から6面のみ夜間照明に対応している。再整備では全コートに人工芝を調布ることが発表されている。調水路、淡水路、飛び込み、幼児向けの4つのプールがある。 スタンドがあるため県内の主要大会で使用されている。他、大会が行われない、夏季期間には一般にも開放されている。また、小瀬水泳場と並び、足立みのラフラフの劇中、県大会の飛び込み競技会場として登場した。海猿の水中撮影の際に飛び込み用プールを使用。もともとは、サッカー場だった広場で、バンフォーレ甲府が JSL 時代に、 本拠地としていた。現在はスタンドを含め解体され、サッカー場としての面影はない。ありがとうございます。